皆さんどうも、スラヤロです。いつもはイルルカ SP でスライム縛りとかしているんですが、今回はイルルカ 3D で伝説のモンスターをスカウトしに来ちゃいました。スマホ版じゃなくて 3DS 版なわけか。そうそう、あと前はぐれメタルキング捕まえた時は1から始めてなかったか。今回もデータ消そうかと思ってたんだけど、中学生時代のスラヤロのデータ消すのなんかかわいそうだからやめました。いやもう中学生のお前はいないんだよ。一回データ消したんでプレイ時間少ないんですが、当時は狂ったようにプレイしてたんですよ。まあ 3DS 版イルルカとかテリワンの世代だったからよくわかるぜ。今回ははぐれメタルキングとは比べ物にならないほど出現率低いです。え、はぐれメタルキングの方がダイヤモンドスライムより貴重なイメージあるが、出現率は低いけどスカウト率はそこそこ高いって感じかな。あ、なるほどな。その低い出現率で逃したら一生やんじゃうので、急にスカウトしに行くんじゃなくて少し準備してから行きましょう。それがいいな。スカウトするのにどういう準備がいるのかは知らんが、まあまずは霜降り肉が最低一つよね。それはそう。そしてハートナイト舞台。これは知ってる方も多いのではないでしょうか。ハートナイト艦隊みたいな感じでよく4体使われてるよな。ハートナイトっていうモンスターは経験値増、ゴールド増、アイテムパーセントアップの特性を持ってるんですよね。なるほどな。それに加えてチェーンという素早さが違っても順番に行動する特技を使えば連携というものが発生してその戦闘の経験値が倍になるんですよね。そんなのもあるのか。でもそれスカウトに関係なくね。そう言われたらそうじゃん。まあそのパーティ強化部隊を有用したり、作ってなかったら作るついでってことにしておきましょう。ガバガバじゃねえか。そのハートナイトをスカウトするために今は巡り合いの扉でハートナイトを探しているんですが、一度も捕まえたことがないよという方は、氷の世界でスライムナイトを狩り続けてたら出てきます。一回でもスカウトすると巡り合いの扉が楽そうだな。早速見つけましたよ。もうすでに1体は神聖配合済みなので3体スカウトします。仕事が早い。スカウト失敗して怒られた時用にしょうもない肉でも投げとこうかな。今から味方になるであろう相手に腐った肉あげんな。ハートナイト君は毒になってないみたいだからセーフ。さあこれでどのぐらいいくか。は？グランエスタークは魔人攻撃だぞ。一番スカウトに向いてねえじゃねえか。ひたすら 0% だな。きたきた、これよこれ。めっちゃ綺麗に 60% だがこれはいけるか。はい、神ですね。この調子で残り2匹捕まえていきます。捕まえました。これをあとは配合して少し強くするだけだな。その前に少しすることがあって宿りぎの塔に来ました。この死の塔っていう BGM 世界で一番好きです。皆さんもやってない方はドラクエ5やろうね。何の宣伝だよ。というのは置いておいて、この宿りぎの世界にはステルスっていう姿を消せる特技が覚えられる石碑があるので来ました。中学生時代のスラヤロはなんで覚えさせてないんだよ。知らねえよ。にしても BGM やっぱ神だわこれ。いやその話またしてる。はい、ステルスゲットと。とここで親の BGM より聞いた BGM を聞きながら配合タイムです。親の BGM ってなんだよ。とりあえずハートナイトのプラス値を99にするためにゲストマークついてるやつでも何でも適当に配合します。なんかひどい名前のやつがいますが、ゲストマークついてるので昔を友達にもらったやつですね。友達が強烈すぎる。1匹目は大悪魔の目白く、2匹目は新小鉄黒、3匹目は悪魔の目白くと配合したらハートナイト部隊の完成です。準備だけなのに結構時間かかったなあ。今からレベルも上げないといけないんですけどね。まだダイヤモンドスライム捕まえに行かないんかい。レベル上げなんて一瞬で終わりますよ。あそこにいるダイヤモンドスライムを倒してね。え、マジかよ。マジです。周りの怖いモンスターたちをやっつけたのでハートナイト部隊行きます。そういえば経験値が増えたりするんだったよな。このチェーンを使いつつ経験値増の特性でウハウハよ。普通に攻撃力が高いのは怖いけども、相手はハードメタルボビだけあってダメージ全然通らないな。今から防御力下げたりしていくんで大丈夫です。その前に倒されないようにサポート魔法かけとこ。お、これがチェーンとかいうやつか。これはマジで強いです。あ、誘う踊りはちょっと嫌だ。ミスでなんとかセーフだな。あと作戦を戦力奪えとかにしてるからなかなか攻撃しないぞ。防御力下げないと攻撃通らないからね。ここからがハートナイト部隊の本領だ。怒涛の連続攻撃が始まった。はい強い。連携は終わったけどもまだハートナイトは行動できるんで、でもさすがにこのターンで倒しきれないか。ダイヤモンドスライムの体力が高すぎる。まだ耐えてくるもんね。いや回復はもうしなくていいんだけどな。念には念をってやつだな。うおーおー、ここで連携来た。そして終わった。もう連携じゃないんよそれは。さあさ経験値どのぐらいもらえるかな。やっぱこれは余裕でレベルマックスですね。ありがとうございます。これで準備が整ったな。ようやくスカウトしに行けますね。ルーラでダイヤモンドスライムの出てくる天空の世界にやってきました。夜だとなんか雰囲気が違うな。ダイヤモンドスライムの出現先まで行ってから天候を変えちゃいましょう。マップにもあるんですが、この坂の先にあるクレーターに出てきます。いかにもここって感じなのが伝わるぜ。夜でも多分出ますが雰囲気がいいお昼に変えちゃいましょう。イルちゃんかわいい。あ、間違えた。スライムやローちゃん。いやいいって。お、天空の世界とかいう神 BGM 来たね。実は GB 版モンスターズ2が初での BGM なんですよね。ドラクエ10、ジョーカーシリーズと使い続けられてる名曲だな。でも私はラナリオンでその BGM を消します。は？死の塔の方が好きなんですよね。というのは冗談で、この隕石と一緒に降ってくるんですよね。魔物が隕石と降ってくるのはなんか面白くていいな。アイテムが降ってくることもありますが、その時はライブラリを開けばリセットできます。
その時はライブラリを開けばリセットできます。いや、なかったことにしようとするな。ここでアイテムが出ないことをまず祈りましょう。はい、完璧と。そりゃやり直してるからな。ちなみにこの後どうするか忘れたので調べてきます。なんかもう一回ラナリオンして天気を良くするらしいです。天候を良くするのにダイヤモンドスライムが出てこれるのか。私もそう思ったんだけど、どうやらそうみたい。とりあえず試してみます。その後は確か手前の道まで下がってと。ここでモンスターに当たると少し面倒なことになりそうだな。やり直しは怖いから大回りしていきましょう。そして振り向けばモンスターがいるはず。って誰やねん、あのモンスター。クソでかい花がクレーターにいるが、あれはダイヤモンドスライムではないね。当たり前すぎる。というわけで今度はまたラナリオンで天候悪くします。あ、分かってきたぞ。これを何回も繰り返してダイヤモンドスライムが出るまで繰り返すわ。そういうわけです。それではダイヤモンドスライムが出るまでダイジェストでお送りします。ねえ、もう50回近くしてるんだけどバグですか。最初に確率低いって言ってたのお前じゃねえか。でもさすがにモンスター出すので最面倒なのに、50回近くモンスター出して出ないのはひどいと思います。もともと超レアモンスターだからそれは仕方ない気がするけどな。今度こそ来てくれたのムー。まずでかい琥珀層はいないか。え、ちょっと待った。一旦落ち着こう。意味ないけどセーブでもするか。なんでだよ。いや、ついにダイヤモンドスライム来ちゃったか。逃がしたら1からだからすげえ緊張だな。一応ステルスはすでにかかってるから後ろから忍び寄ろうか。ここで雑魚モンスターに当たったらマジで萎えるから慎重に慎重に。いや、ステルスもしてるしさすがに踊らないぜ。わかってるけど一応ね、不意をつけるかもしれないから後ろから行きます。うわあ、めっちゃ緊張する。さっき説明し忘れたんだけど、ハートナイト部隊には全員スカウト倍率2倍の効果ついてある武器を持たせてます。結構重要なことだなそれ。完全に忘れてました。霜降り肉も投げたし早速スカウト狙っていきます。失敗したら逃げられるからな。頼むぞハートナイト。まずは1体目。ちょうど 3%。 でも2回行動だから1体あたり 6% は増えるか。そんな感じだな。これならスカウトも結構な確率でいけそう。言っても半分以下の確率なのは確定だけどな。まあ半分は欲張りすぎよ。あとは祈るだけだ。 30%。 最後にもう一発。 34% はマジである。来い、マジで来てくれ。来たー。やるやん。いや、一発成功マジで嬉しすぎる。いい感じの名前つけてあげよう。なんか漢字で使えそうなのないかな。紙とか良さげ。あ、これ絶対良くないやつ。紙の最愛スライムでいきましょう。ああ、やっぱり最低だった。とりあえずスタンバイにぶち込んどくか。ルギウス君は預かり所に帰ってもらうか。かわいそうに。というわけで今回は野生でダイヤモンドスライムをスカウトする動画でしたが、いかがでしたか。私自身子供の頃やってたことを思い出せて楽しかったです。というか昔は諦めたんですけどね。数年越しのリベンジだったのか。皆さんも気が向いたらぜひ捕まえてみてくださいね。それじゃあ次回の動画まで、さようなら。